金儲けの天才ピカソに学べ、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。ピカソはその作品がクローズアップされることがありますが、実はね、お金の本質、これをよく理解していました。そこで今日は金儲けの天才ピカソのですね、お金儲けの手法、これを分かりやすく解説します。ボルドー地方のワイン醸造会社がピカソにワインラベルのデザインを依頼しました。ところがピカソ、これね、デザイン料を現金で受け取っていないんです。そして現金の代わりにピカソが受け取ったのは、自らがラベルデザインをした1本5万円程度のワインです。これ一体どうしてなんでしょうか。ラベルのデザインが高く評価されれば、このワインの価格はですね、上昇します。ピカソはこのワインが高くなってから売れば、ラベルのデザイン料以上の収入になると踏んだわけです。参考までに、現在このワインっていうのは16万から17万程度するようです。まあ、それにしてもね、気になるのは一体何本のワインと交換したかということです。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL を記載しております。メルマガ社長の大学の登録もよろしくお願いいたします。